F2 回飛行する F2 回から10652号機 F2 回はアメリカ合衆国のグラマン社が開発しアメリカ海軍で運用された艦上戦闘機複雑設計である FF 戦闘機の短座型として設計された機体より高性能な F3 回フライングバレル戦闘機の開発や配備が進んだため55機の製造で終わった基本的な機体形状は短座複用機であり 上翼は胴体より上型にある。胴体は寸胴であり、太く短い外観をしている。コックピットは機体中央にあり、主脚は胴体側面に収容されるようになっていた。FF よりも全体的に小型化されている。FF 戦闘機の短座型として、1932年より開発が開始された。1932年11月に試作機。 XF2 回から1が1機発注され、1933年10月に初飛行を行った。XF2 回から1は比較的高性能であったことから、アメリカ海軍は採用を決定し、1934年5月に量産型 F2 回から1を54機発注した。1935年に、レキシントンの第2戦闘飛行隊から配備が開始され、 引き続きレンジャーやアメリカ海兵隊にも配備された。なお、方向安定性を向上させた改良型である F3 回フライングバレルが1936年から部隊配備が開始され、機種更新が直ちに行われた。そのため、実動部隊への配備は1940年までに終了している。F2 回から1三面図、F2 回から1完全な状態で現存する機体はない。 ありがとうございます。